イドウもこんにちは。僕はズンダモン。今回もストローク実況をしていくのだ。新星竜を使い込んで1ヶ月経過して変更していった立ち回りが出てきました。ということで今回は1ヶ月経過した新星竜の立ち回り4戦を紹介していくのだ。その1、リーサルスーパーアーツゲージ回収。皆さんは相手の HP が1割以内と少なく、次の一撃で KO できる時なんでとどめを刺していますか？相手がスタン中だったら気持ちよくなりたくてオーバードライブ昇竜拳やオーバードライブ即答を使っていませんでしょうか？どの技で KO したかによってスーパーアーツゲージの回収量が変わってきますので、次のラウンドのためにスーパーアーツゲージをより多く回収しておきたいところ。相手の HP がドットで何でも KO できる状態なら投げを選択するのだ。投げのスーパーアーツゲージ増加量は前後ともに2000、単発なら一番増加量が多いのだ。インパクトがパニカン、スタンした直後に投げが確定。投げでとどめを刺してスーパーアーツゲージを多く回収しよう。そして次に相手の HP が1割程度ある場合について、まず通常技で一番スーパーアーツゲージ増加量が多いのは強ピーとなっているのだ。大型アプデよりスーパーアーツゲージ増加量を1000、1200に変更。5強系はスーパーアーツゲージ増加量1000となっていて、2強Pの方が200多く回収できるのだ。次に必殺技のスーパーアーツゲージ増加量についてですが、隠し速と強竜巻がスーパーアーツゲージ1400も回収できるように調整されました。強昇竜拳やオーバードライブ技が一番多く回収できそうな気がしますが、強昇竜拳は1300、オーバードライブ速投は1200、オーバードライブ雷光波衝撃は1100と戦術の1400より低いのだ。なので2発で KO するときは2強 P、 弱中速投は強竜巻でとどめを刺すことによってスーパーアーツゲージ2600を回収することができるのだ。ありがたいのはモダンの方でも2強 P と中速投があるので最大回収できるところ。ジャンプ攻撃はジャンプ強 P、ジャンプ強系ともにスーパーアーツゲージ戦なので、残り HP 飛び込み3段分の相手を KO すれば3600回収。そして絶対やってはいけないのはインパクトで相手を KO することです。インパクトで相手を KO してもスーパーアーツゲージ増加量0なので、使うならファイナルラウンドの時にするのだ。その2、カニカンも強 P のすすめ。大型アプデより2強 P はカニカン時のドライブゲージ減少量をマイナス8000、マイナス10000に変更。カニカン2強 P でドライブゲージ1本を減らせるので、市民には2強 P がおすすめだと以前の動画で解説したのだ。しかし5強 P はヒット時の有利フレームがプラス3フレームからプラス4フレームに変更したため、カニカンも強 P から強波衝撃がつながるようになりました。これはすごいことなんじゃないかと思うようになり、市民には2強 P より5強 P の方が使いやすいという結論に至ったのだ。カニカンも強 P のドライブゲージ減少量はマイナス8000のため、2強 P の方がマイナス2000多く減らせます。市民に2強 P を合わせるのが得意という方は2強 P のままでいいのですが、2強 P は発生9フレームと早いガリーチが短く、しゃがみを経由しなければいけなくて、強波衝撃へのコマンドが難しいと個人的に感じます。さらに2強 P は伸びきってしまうと必殺技キャンセルができなくなるのもネック。5強 P は発生10フレームと2強 P より発生1フレーム遅い。しかし5強 P は立ち状態から振ることができるので、相手の投げスカリを見てから容易に差し込めるのだ。何より圧倒的なリーチが魅力的な5強 P、 後ろ歩き以外にもバク捨てから投げスカリに5強 P が届く。そのためパニカン5強 P から強波衝撃を実戦で使うべきと思うようになったのだ。パニカンも強 P、 強波衝撃、ラッシュに強 P、 強速と3071ダメージ、ドライブゲージ1本消費で3000ダメージ超え、プラス42フレーム有利のため画面端付近ならサギ飛びにもいけるし、電人連機も可能です。パニカンも強 P、 強波衝撃、中竜巻2560ダメージ、ドライブゲージを節約しつつ相手の HP を4分の1を奪うことができる。パニカンも強 P、 強波衝撃、ラッシュに強 P、 中波衝撃、強昇竜拳3490ダメージ、
画面端ならドライブゲージ1本消費で効果力パニカンも強 T 強波衝撃ラッシュに強 T ラッシュに強 T 中速と強昇竜拳新昇竜拳5976ダメージドライブゲージ4本消費して約6割を奪うことができる。今まではパニカンも強 T 強速等を使っていましたが2260ダメージと低くパニカンも強 T 強波衝撃に比べると汎用性も乏しいため全く使わなくなったのだ。画面端なら弱小竜拳追撃で3160ダメージと高いのは見過ごせない。以上のことから死人にはパニカンも強 T 強波衝撃をおすすめするのだ。二強 T が合わせやすい方は今まで通りでいいのだ。その3発生7フレームの真空波動拳発生8フレームから7フレームに調整された真空波動拳剣の中陣雷脚の1段目をガードした時点で真空波動拳が確定反撃となりました。弱陣雷脚ならマイナス11フレーム不利のためこちらも確定ですが強陣雷脚はマイナス2フレーム不利のため確反がありません。剣使いは中と強の陣雷脚を振り分けてくるので真空波動拳の反撃が見極めづらいのだ。陣雷脚は見るのではなく音で判断することができます。中陣雷脚はエイヤ強陣雷脚は陣雷と発生します。陣雷と聞こえたら素直にガードオーバードライブ昇竜拳だと中陣雷脚1段目をガードした時に距離が離れていると届かないので真空波動拳で手痛い反撃を与えていきましょう。そしてもう一つ相手がバーンアウトして残り HP が少なく真空波動拳で削り倒したい時があります。この時弱波動拳をガードさせることができれば遠距離で真空波動拳をジャンプ移行中の相手に当てることができるのだ。密着で弱波動拳をガードさせるとマイナス1フレーム振り連続ガードではありませんがジャンプ回避不可。真空波動拳の入力が1フレーム遅れるとジャンプで回避されるので発生7フレームになったことによる恩恵なのだ。開幕の距離から弱波動拳をガードさせるとプラス22フレーム有利のため連続ガード確定。両者端からの真空波動拳をガードさせるとフレーム数は表示されませんが真空波動拳を最速で入力することでジャンプ移行中の相手に当たってくれるのだ。弱波動拳は削り150ダメージ真空波動拳は削り500ダメージ合計650ダメージを削れるのでバーンアウト中の相手に削り KO を狙ってみてください。その4画面端旋風脚6強 T と一緒に大幅強化された6強 K 旋風脚ガードバックの拡大やられ判定の縮小13フレームから20フレームまで下段完全無敵。以上のことから画面中央でも相手の下段技に旋風脚を振りやすくなったのだ。ただ旋風脚はリーチが短いので中央で振るのを控えている方いるのではないでしょうか。そこで狙ってほしいのが DJ のジョスクール対策です。DJ は自身が有利不利フレームだろうがお構いなしにジョスクールで釣ってファンキースライサーで反撃してきます。 DJ のジョスクールを読めたら勇気を出して旋風脚を振りましょう。ジョスクールで止めてもファンキースライサー派生しても旋風脚が届いてくれるのだ。カウンターヒット旋風脚オーバードライブ空中竜巻2460ダメージ逆タク気味ですが当たれば4分の1減るのでジョスクールに悩んでいる方はぜひ狙ってみてください。そして画面端の旋風脚について画面端の相手にガードさせた際に右側にガードバックがかかるようになりました。気になったのですが画面端の相手の後ろに若干隙間がある場合隙間がある相手に旋風脚を当てるとどうなるか調べてみたのだ。旋風脚をガードした相手はガードバックがかかるのでノックバックして完全に画面端を背負うのですがすると今度は右側にガードバックがかかりだしたのだ。画面端に隙間があっても途中からガードバックが双方に切り替わるのは神調整なのだ。シーズン1のままなら旋風脚がめり込んで4フレーム確定反撃を受ける羽目でしたからね。旋風脚を先端ガードさせて再び旋風脚を振ったとしても大抵の牽制技が届かないため旋風脚を当てることが可能です。牽制技を数フレームディレイをかけると負けてしまいますので注意。
なので画面端で旋風脚を先端ガードできたら強気に旋風脚を振りまくってほしいのだ。ガードさせたらドライブゲージ 0.5 本削って U 側が離れて牽制技が届かないという壊れ性能。前方ジャンプやインパクトが若干怖いですが、リターンがでかいので執拗に旋風脚を擦るのだ。旋風脚を振った時に相手が動いていたら状況確認してオーバードライブ空中竜巻につなげる。パニカン旋風脚、オーバードライブ空中竜巻、強昇竜拳、3370ダメージ。状況確認に自信がない方はパニカン旋風脚を当てるとプラス6フレーム有利。ヒットバックがないために中 P が届いてくれるのだ。パニカン旋風脚、20P、オーバードライブ竜巻、強昇竜拳、3340ダメージ。ほとんどダメージ差がないため使いやすい方を選ぶのだ。補足ですが、画面端の旋風脚には厄介な相手が2名います。ザンギエフとマリーザです。彼らは画面端に追い詰められるとアーマー技で切り返そうとしてくるのだ。旋風脚を振った後アーマー技を確認できたらオーバードライブ空中竜巻でアーマーを破壊することができます。旋風脚、アーマー確認、オーバードライブ空中竜巻、強昇竜拳、真昇竜拳、6000ダメージ。 HP の多いザンギエフとマリーザに致命的なダメージを叩き込むことができるのだ。ただオーバードライブグラディウスは位置が入れ替わってマイナス10フレーム不利になるので気をつけてください。以上、今回は1ヶ月経過した新星竜の立ち回り4戦の紹介をさせていただきました。シーズン1の竜にはお手軽に触れる強い技がありませんでした。しかし新星竜なら中央では水落ち砕きを振って画面端に追い詰めたら執拗に旋風脚を振ることで竜の必勝パターンに持ち込んでいきましょう。ご視聴どうもありがとうございました。